熱海市の土石流災害は今日で発生から3年です。被災地では今朝追悼式が行われ、参列者が28人の犠牲者を悼みました。黙祷。最初の通報があった午前10時28分、亡くなった28人を悼み、伊豆山から祈りが捧げられました。ふるさとへ戻りたいと願い続ける被災者も。サイレンの音を聞くと、3年前を思い出すような悲しい思いになりました。やっぱり忘れられない部分があったり、戻れないことへのストレスだったり、そういうものがあるのかなと今朝ふと思いました。女房の死なんかに対してはもう3年も経っちゃったかと。だけど復旧に関しては結局見た通りほとんど手つかず状態で、いつになったら戻るのかなと。2021年7月3日、海と山に囲まれた自然豊かな町の様子は一変しました。住宅地を襲ったのは、逢初川上流部に造成された盛り土です。建物被害は136棟に及び、災害関連死を含む28人が犠牲になりました。去年9月には警戒区域が解除され、住民らの立ち入りが可能に。しかし避難した132世帯227人のうち、戻ってきたのは22世帯47人とわずか2割ほど。ふるさとに戻りたいと願う住民50人以上が今も避難生活を余儀なくされています。午前、伊豆山小学校で開かれた追悼式には、熱海市の斉藤市長や鈴木知事、被災者や遺族らが参列しました。娘を亡くした小磯陽子さんは、1年も3年も私たちにはなくて、同じ苦しみを今も抱えています。もし自分の家族や子供やがこういう風に殺されたらどうだろうっていうことを、この日を機に一瞬でも自分ごととして考えてもらえたら、嬉しいなと思います。取材の途中で突然歩き出した小磯さん、向かった先は県庁の方に行って、もう人災になるからすぐに今止めないと、下流の人が大勢死ぬからっていうことを、何回も何回も言いに行ってきた人がいました。でも県庁の職員がそれを取り上げなくて、娘ですね、44歳でした。4歳の子供を残して死にました。娘も自分が何で死んだか分からないと今でも私は思っています。娘の死を無駄にしないで、ちゃんと向かい合って行ってほしいと思います。よろしくお願いいたします。今ご遺族の方とお会いをして、本当に、痛恨の極みで、ございます。一日も早くですね、被災された方が生活が復帰できるように、熱海さんとしっかり連携しながらですね、復興復旧に努めていきたいというふうに思っております。土石流の発生から3年、伊豆山の復興は思うように進んでいないのが現状です。
復旧復興が遅れていることは否めないと思っています。用地の買収、また鉄道の関係、JR の協議に時間がかかっていることから、遅れて、ようやく今本格的に年明けから始まった復旧復興、この事業を着実に一日でも早く進めること、我々の熱海市としての使命だというふうに考えております。